ごめんください。はい。どちら様ですの？あ、これはどうも。今日はとっても素敵なお品をご紹介させていただければと思い伺いました。え？あ、訪問販売員さんですの？申し訳ありませんけれども、うちはそういうのは。5分、いや3分ほどで終わりますので、どうかお願いします。まあ、3分でしたら。ありがとうございます。本当に助かりました。ここ最近はずっと門前払いだったので。まあ、暑いのにそれは大変ですの。やっぱりお綺麗な方って心まで綺麗なんですね。え？あ、すみません。あまりにもお綺麗な方だったのでつい。こういうこと言うのってあまり良くないですよね。そんなことありませんわ。美しくて素敵でまるで女優さんのように容姿端麗だなんて。そこまでは言ってないですけどね。今回はそんな素敵なお姉様にぴったりな商品をご紹介させていただきますね。まあ、一体何かしら？こちらになります。何ですのこれ？猫じゃらしです。いえ、そういうことでは。猫飼ってますよね？飼ってませんわ。じゃあこれから飼うご予定が？ありませんわ。でも見合いは何があるかわからないですよね。トピックが講義で反論が難しいですわ。しかもこれ、ただの猫じゃらしじゃないんですよ。そうなんですの？実はこの猫じゃらし、食べられるんですよ。しかも食べても食べてもなくならないんです。ほら、見てください。前、わざわざぜ。帰ってくださいませ。はあ、まさか一軒家で猫ちゃんを飼ってないし飼う予定もない家があるだなんて。でもくよくよしていられない。俺はお金を貯めてニャンニャン王国を建国すると決めているんだ。ああ、かわいい猫ちゃん。こうだ、弊社の研究部が5年の月日と2億円の資金をかけて作った、まだ日本しか売れてない食べられる猫じゃらしだよ。これ1本で一番安い新車のベンツ買えちゃうよ。あ、猫じゃらしが、猫ちゃん待って。見失っちゃった。どこに行ったんだろう。あれなくしたら給与から天引きって言われてるんだよな。どうしよう。どうかしたのだ。え、いや、ちょっと探し物をしていて。探し物なのだ。そうなんだ。あ、ところで君猫飼ってないかな。飼ってないのだ。飼う予定はないのだ。実はカクカクしかじかで。その黒い猫さんならさっき見たのだ。本当かい。どこに行ったか教えてくれないかい。こっちなのだ。僕についてくるのだ。このマンションの中に入ったのだ。よし、早速探しに行こう。あ、でもマンションに入るのはダメって茜に。そうだ、猫ちゃん探しに付き合ってくれたし、後でお礼に何か好きなものを買ってあげるよ。本当なのだ。僕はずんだ餅がいい。猫草でいいかな。ずんだ餅がいいのだ。こんにちは。猫のためなら残業上等タイムカードは定時に打刻。ブラック黒猫カンパニーのものです。こちらの建物に黒い猫が来たと思うのですが、見かけていませんか？あれ、誰もいないのかな？まあいいか。トラブルにならないようにメモだけ残しておこう。どうだった？こっちにはいなかったのだ。そっか、こっちもいなかったよ。きっと他の階に行っちゃったのだ。多分誰かの飼い猫さんなのだ。このマンションってペットかなのかい？前に僕が住んでたから多分大丈夫なのだ。なるほどね。うん。まあでも、そしたらその猫ちゃんの飼い主さんから契約が取れるかもしれないね。営業成績もうなぎ登り。ニャンニャン王国建国。よし、早速探しに行こう。うまく契約が取れたらお礼も弾むよ。わーいなのだ。それなら僕はずんだ餅が。君はニャンニャン王国宮廷の大臣として迎え入れよう。ずんだ餅でいいのだ。すみません。あれ、留守なのかな。きっと元気が足りないのだ。すみませんなのだ。こうやるのだ。なるほど。すみません。ここはお人形屋さんなのだ。お人形さんは高いから触っちゃダメなのだ。そうだね。お店の人は留守かな。ここはお肉屋さんみたいだね。僕も初めて来たのだ。でも誰もいないみたいなのだ。ここは映画館なのだ。ここの映画は一人では見ちゃダメなのだ。猫ちゃんの映画でもお仕事中だから見られない。うわー。なかなか見つからないね。そういえば君、以前このマンションに住んでいたって言ってたね。どこか心当たりはないかな。自分たちの住んでる階以外には行っちゃダメって茜に言われてたのだ。だからあんまりわからないのだ。確かに、住んでてもこんなに複雑じゃ、いつ迷うかわからないもんね。
僕のこのメモ書きがなかったらどこにも行けなかっただろうし。ちょうどエレベーターの中に落ちててよかったのだ。映画館で2時間もロスしちゃったな。次はどこに行こうか。次はこのゲートってところに行ってみるのだ。そうだね。今度こそ猫ちゃんとその飼い主さんがいるといいんだけれど。これでよし。うわっ！なんだ揺れてるのだ。うわー！むにゃりむにゃり。へえ、食べれるんですか。このキャットタワー。うん。あえたたた。一体何が？何をしてるんだ。え？何をしているんだって、聞いてるんだ。いや、エレベーターに乗っていたら突然大きく揺れて。大方頭でもぶつけて気絶したんだろう。ここは無理やり作ったから、その分それも揺れるらしいからな。え、それってどういう、あ、ところで君猫って飼ってないかな。飼っていないな。でも、黒い猫なら知り合いにいるな。え、実は僕はその猫ちゃんを探しにここに来たんだ。その猫ちゃんのところに案内してくれないかい。わかった、ついてこい。ここは一体何なんだい？人が住んでるようには見えないけど。ここは中継基地だ。中継基地、確かここはゲートって書いてあったと思うんだけど。そうだな、ここはゲート、つまり通り道がある場所だ。だから中継基地だ。ゴルゴタリレイと呼んでいる。スコティッシュフォールド。何一つ合っていないな。ゲートって一体何のゲートなんだい？ここが表の世界だと言ったらどう思う？裏の世界があるなって思います。物分かりがいいな。その裏の世界につながるゲートがある場所がここなんだ。あとはちょっとした実験もしているな。実験？ああ、キャットフードの。察しは悪いんだな。まあ、あとはここを作った本人に聞いてくれ。ふう、それにしてもここは蒸し暑いな。飲み物持ってくればよかったな。こら、ミスった、悪い。いたたた、なんだこれ。アーモンド、ウォーター。安心していい、それは表で作られたものだ。ところで君、緑色の髪の子って見かけなかったかな。見ていないな。そっか、起きたらいなくなっていて心配なんだけど。このフロアにいる限りは安心していい。特におかしなルールもないし、危険な存在も。あ、どうしたんだい。最近あの部屋にあいつが来たのを忘れていたな。あいつ？まあ、多分平気だろう。すみませんなのだ。訪問販売なのだ。猫じゃらしが安いのだ。のだ。誰もいないのだ。それになんだか暗くてすごいジメジメしてるのだ。こんなところに猫ちゃんなんているわけないのだ。多分ナメクジさんか高橋しかいないのだ。なんだか変な匂いもするのだ。これは、プールの匂いなのだ。のだ。着いたぞ。どうもありがとう。うん。あー！こんなところに猫ちゃん！あ、猫じゃらしもある。もう、よしよしよし、くわいね。あ、かわいすぎて無理ですね。吐きます。汚すな。おや、どちら様かな？あ、これはこれは、こちらの猫ちゃん様の飼い主様ですか？まあ、そんな感じかな。私、年間休日96日、休日出勤95日、ブラック黒猫カンパニーの者です。弊社の商品をこちらのお猫ちゃん様が大変お気に召しているようでして、よければ5分、いや3分だけでもお話を。そうなのかい？それならうんなぁ、猫ちゃんちょっと待ってね。これが終わったらた、草なでなでしてあげるから。猫ちゃん！何この人？お前らの客じゃなかったのか。知らない。ところでズンダムシさん知らない？さっき見かけたんだけど。ズンダムシさん。緑の頭の。見てないな。緑の頭で頭に枝豆生えてて緑色の服でコピーのだってつける子。緑。信号機で言うところの青信号と同じ色だよ。そいつならあの部屋に入っていったぞ。ボボボボボボ、僕は呼べないのは、どぼじでも女どころにお水が。のだ。ああ、なんだ。もう飯の時間か。それにしても今日はツレイレンだ。うまそうなやつが来たな。のだ。あ、やっと目が覚めたんだね。訪問販売さんなのだ。あれ、僕は確か水の中に落ちて、それで僕はどうしたのだ。忘れちゃったのだ。僕もなぜか首の後ろがすごく痛いんだけど。
そんなことより聞いてよ。実はあの後契約が取れたんだよ。そうなのだ。あの猫ちゃんの飼い主さんがとっても優しい人でさ、猫ちゃんが気に入ってるって言ったらすぐに契約してくれたんだ。しかも日本も、これで僕のニャンニャン王国建国の夢に一歩近づいたよ。それもこれも全部君のおかげさ。不本なのだ。なんだかよくわからないけど僕にかかればそんなのお茶の子さいさいなのだ。契約も取れたことだし、お礼は奮発するよ。何がいい？わーいなのだ。それなら僕はずんだ餅が。猫缶1年分とかでいいかな。ずんだ餅がいいのだ。ははは、喜んでもらえたようで何よりだよ、ベリー。ブランシュさん、お金は大丈夫なの？この間書いた本の評判が結構良くてね。これくらい、なんともないよ。また男の人同士のエッチな本書いたの？エッチとは失礼な。それはただの味付けに過ぎない。いいかい、ボーイズラブっていうのはね。絆なんだよ。へ、うめえ。そういえば君はそれでいいのかい？マニガだ。いや、あっちの姿とかなり違うからさ。全部青色で統一してくれ。君の体構造は比較的シンプルだったし、詳しく申請すればほとんど変わらない体を作ってもらえただろうにと思ってさ。何せ我々は直接こちらには来ることができないのだから。なんかやけに視線が低いなと思ったらそういうことか。君サイズの申請すらしなかっただろ。小さくていいじゃないか。食いやすそうで。お前は鶏ガラでも食ってろ。あ、喧嘩。ああ、大丈夫だよ。ただのいつものじゃれ合いだから。だからマールを引きずりながら迫ってくるのはやめてね。